トム・ヨーキーはメジャーリーグの元球団経営者。1903年でトロイと生まれ。1933年から44年間ボストン・レッドソックスのオーナーとして活躍し、アメリカンリーグ副理事長職も18年間にわたって務めた。1933年、前オーナーであるロバート・クイーンからボストン・レッドソックスを買収し、オーナーに就任する。 当時レッドソックスは1920年代の財政難からベイブルースを筆頭に度重なる有力選手を放出した後で年間の観客数も18万人強にまで落ち込んでいた。ヨーキーはすぐに球団の立て直しに着手、ゼネラルマネージャーとしてかつての名内野手だったエディコリンズを招聘する。翌1934年には 本拠地フェンウェイパークの左翼フェンスの広告をすべて外し、高いフェンスを緑一式に塗りつぶす決定をした。ヨーギーの思惑は当たったのか、この緑一式の高いフェンスはグリーンモンスターと呼ばれるようになり、現在のフェンウェイパークの名物ともなっている。ヨーギーのオーナー就任以降、レッドソックスはリック・フェレル、レフティ・グローブ、ジミー・フォックスらの有力選手を次々に獲得。 さらにコリンズが発掘したボビードは、テッド・ウィリアムズは1930年代終わりからチームの主力選手に成長するなど、チームは徐々に力をつけていった。1946年、レッドソックスはついに28年ぶりにアメリカンリーグを制覇するまでになる。翌1947年、ヨーキーはライバルのニューヨーク・ヤンキースで9度のリーグ制覇を、 成し遂げたジョー・マッカーシーの引き抜きに成功、エディ・コリンズの優待を受け、ゼネラルマネージャーに、ジョー・クローニーを据え、競合チームへの足固めを行う。1948年に、インディアンズとのプレイオフに敗れ、翌1949年には残り2試合で、ヤンキースに逆転され優勝をさらわれるなど不運が、続き、チームはしばらく低迷するようになってしまったが、1960年代に、 入ると、再び名選手を次々と排出するようになっていった。1975年ワールドシリーズでレッドソックスが歴史に残る激戦を演じた翌年の1976年、ヨーキーはボストンで死去。1980年に発展貢献者としてアメリカ野球伝道入りした。フェンウェイパークに通じる道路は彼の名を取ってヨーキーウェイと名付けられている。 ありがとうございます。